はい、今日も風劇場です。よろしくお願いします。本日はこちらです。じゃん、何でもベスト5、苦手な場所発表。はい、苦手な場所、ざっくりどこの国とかそういうことじゃなくて、ちょっと細かくね、例えば東京タワーの上の上とかね、なんかそんな風にやっていきたいと思います。はい、何が出るんでしょうか。さあ、まずは第5位です。これはね、伝わるっすかね。はい、海の家のトイレ。はい、なんつったらいいんでしょうか。まあやっぱりなんかちょっと汚いイメージがあるんでしょうかね。なんつったらいいんだろう、なんか行きたくないっていうか、海見たりするの好きなんですけど、なんか着替えたりするのもめんどくさいし、このねトイレがなんかね砂利がついてたりとか、なんかそういうのが嫌だったんでしょうか。うん、いますかね、うなずいてる方今。はい、さあ5位でした。はい、さあそして第4位です。まあこれもいると思います。はい、音がガンガンのクラブのようなところ。はい、クラブみたいな、うん、要は踊るとこですよね。 DJ がいて音がガンガンかかってね、みんな踊ってるようなね。ライブとかは好きなんですけどね、ガンガンかかってもいいんですけど、なんか苦手ですね。こういうなんかガヤガヤしてるっていうイメージがあって、昔ね、何でしたっけ、マハラジャとかあの辺でしたっけ、ガキの頃坊主でね、みんなで5人ぐらいで行ったら追い返されちゃって入れなくて帰ったっていうね、思い出がございます。はい、なんだよなんつって言いながら、それを根に持ってるんでしょうか、未だに。どうなんでしょうか。はい、懐かしいですね。こうワンレンボディコンのこう踊ってたね、あそこですねきっと。はい、ということで、あとそして3位ですね、こちらもいると思います。はい、修学旅行のバスの中。もうです、これはもう気持ち悪いチームがね何人かいるんです。その中の一人でございます。私はもう匂いが嫌で、入った瞬間、階段上がった瞬間ね、運転手さんのところの、もう座ってすぐ窓開けてね、遠く見てもあれダメらしいですね。実は最近分かってきたらしいんですけど、何個かなんかね酔いを止める方法があるらしいんですけど、なんかやってましたね。それも林先生の番組だったかな、うん、なんかやってました。もうあの時はもうバス乗るの嫌で嫌でね、袋を前に用意してありました。紙袋ね、いつでも OK なように。はい、さあそしてもうすぐベスト5のお時間です。乗ってまいりました。これはねちょっと街なんですけど、具体的な場所というより、多分ねなんかここそうだよなっていう人いると思います。もうすぐベスト5、こちらです。なんか池袋。はい、苦手です。なんか、はい、スーッと行きましょう。はい、なんかねバスかなんかおしゃれになってだいぶ街変わってみないんですけども、はい、今度行ってみたいと思います、久々に。第2位です。はい、吊り橋。もう高いとこダメ、もうそれにつきます。はい、もう下見たらね、足がすくわれちゃってもう渡れませんね、多分吊り橋。うん、昔からダメでした、高いところは。なのでスカイツリーのね、あの上とか確かアクリル板になってて下がこう見えちゃうようなところがあると思うんですけど、まあ立てないですね、ああいうところは。うん、ああなんつって、ああなんつって、
もう歩けない、そして動けない、もうカチカチになっちゃってねと思います、おそらく。はい、さあそして第1位の発表です。こちらです。みんなそうだと思います。はい、満員電車の中苦手です。やはりもうあんまり大柄じゃないんで押しつぶされちゃってね、高校の時なんか中央線、 JR 中央線、そして井の頭小田急と1時間半かけて全部満員電車でございました。はい、もうドアのすぐ横にスッて行くかね、それかもう車両と車両の間の方にもう行っちゃうか、で行っちゃえば行っちゃうで下北で降りれなかったりね、降りますなんつって、すいませんなんつって、カバンがこうもう取れない、人の間に挟まってね、ちぎれちゃったりなんかして、なんかこうチャックのところの鈴とかね、あれがピョンってね飛んじゃってるのね、ありました。はい、ちょっと今思い出してエキサイトしました。はい、そんな感じでございます。今もうあのリモートでね、だいぶあのお家でお仕事できるようになって、電車がどんどんねあの減っていけばいいと思う、あの満員電車がね減っていけばいいと思いますが、どうなんでしょうか。最近はあのあれなんで使ってないんでわからないですが、はい、ということで、以上カズ劇場でした。チャンネル登録よろしくお願いします。明大前もすごかった、あの当時は京王線